うわぁ、殺人現場や。まあね、シーバスがね、動画外で最後釣れたのは良かったけど、でもですよ、応急的に血抜いたけど、血抜いたけど、スキルことができなかったからね、水に。確かに。じゃあ、やろっか。うわぁ、殺人、あ、これそうか、凝ってんの、もしかして。そう、水出して。やべぇ。リンがずっと、おいにぃ、おいにぃ言うからさ。立派なシーバスだね。なぜじゃんだよね。これ。あ、結構でかいけど。なんかさ、細い。シーはあるかな。すげえなんか。でも60超えてみるとありそうだね。首が折れてるから。なんかあの、上がった時よりもちょっとあれだね、この曲がった感じが。これ50あると思う。あの去年釣ったやつが50ぐらいで、はみ出してぐらいで、これよりは絶対ちっちゃかった。ああ、これ多分去年釣ったやつより絶対でかい。うわぁ、てか60あんのかな。ありそうだけど、ありそうだ。首折っちゃったから今となったら。そうね。戻んないか。もう二度と戻ることはない。こいつの二刀流でお送りしていきます。すげえ、ヒレでかいね。でね、なんか去年のよりも全部なんかピンとしててでかいね。なんか去年も結構さ、初期で血類だからやる気がなくなったじゃん。うん、肉厚なやつか。肉厚だね。おお、包丁大丈夫かい。なんか若干右つけて、どうせ研ぐからって。ああ、すげえ。前回ぐらい多分ね、やっちゃってる。あ、前回結構いったもんね、青物の頭。はいはい、おお、いや、肉厚。肉厚ですね。断面がもうその鎌の時点でちょっとだいぶ肉厚ですよ。骨切ったはずが何かがまだつながってる。お、いた。いや、でかい。でかい。あ、これメスかな。そのさ、あれ卵っぽくね。なんか腹ブリブリだと思ったら、これ卵持ってるのか。これ油乗ってるパターンのやつじゃね。すげえブリブリだよな、おかしいんだけど。すごくね。そうだよ、これ卵で。え、ってことはこれ産卵前であれか、油が海苔に乗りまくってる的な。これ食えんの。これ煮付けにして食ってた。これ煮付けんの。うん、煮付ける。煮付けてみる。ちょっとこれ、ここでもうなんか三枚おろしを始めてしまっているけど、こいつは何してくるんだよ。確かに。どうしよっか、刺身行く。刺身洗う、洗いにする。洗いと、じゃあ洗いと、洗いちょっとと天ぷらにしよっか。いいね、いいね。天ぷらはこれ100点満点の。またね、僕らにほらクレイジーソルト君がいるから。クレイジーソルトね、絶対天ぷらとかでさ、クレイジーソルトうまいでしょ、これ。反っててやりにくいですね。なんか投げたらこうヒュッて手元に返っていきそうな、ブーメランみたいになってる。もう反っちゃってすごい。クラブボックス押し込んだからしょうがないか。そうね。しか釣れねえよって言っていた
最中に起きた。ね、なんか泳がせでこれが食ったっぽい当たりはあったけどね。あったけどね。ナインキューしちゃう。すごかったね、あれ。直し気づかなかったら音なくなってたよ、今の勝利編とか言ってる場合じゃなかったよ、あれ。そう、ロットがなくなってるところだった。びっくりしたね。でも泳がせはやっぱ最強ね、あれね、確実に食う、ね、絶対食うもんね。んで、うーわ、しっかりしてるな。うーい、うわ、超綺麗。残った、残った。ブヨブヨしてる気がする。すごいね、なんかなんか脂っぽいよね。ブヨブヨ。いや、いいですね、いいですね。超うまそう、天ぷら。よし、誰か失敗してすでに腹ばいないで煮立っております。